今回の雑学はこちら。エッチ未体験の女性を処女と呼ぶが、なぜかと。なぜ処女という文字は、娘という意味になるのかと。バージンを日本語で言うと、処女になる。実は処女はバージンという意味ではなくて、家におる女という意味だったんですね。昔の中国では、宮廷に出仕せずに、家にいる男を、処子と呼んでいたんです。女性であれば、処女。と継がずに宮廷にいる成人女のことで、離婚のままでいる女性は、当時は男性のエッチ経験がないと。つまり、その処女に、バージンという意味が加わることによって、処女という呼び名になったと。いうことです。